助けて、ゆずるもん。どうしたんだい、うなたくん。いや、お前がどうしたんだよ。ゆずるの折り鶴ってシャレか。大丈夫、ちゃんと手もあるよ。羽とは別かよ。さらに足もあるよ。きめえ。で、どうしたの？危機契約がクリアできないの。レベルを上げて物理で殴れ。冗談です。契約は何をつければいいの？では、取りやすい項目、取りにくい項目とその内容を解説します。慣れてるから任せて。契約内容は様々ありますが、それを取りやすさで3つのランクに分けました。ランクなんてあったんだ。いえ、僕が勝手に分けました。ほうほう。取りやすい順に A ランク、B ランク、C ランクと呼ぶことにします。意見はいろいろあると思いますので、コメント欄に書いてくれると助かります。意見交換しよう。ではまず取りやすい A ランクから。まずはこれ、防衛ラインの最大耐久値が1に。これはわかる。ボーナスポイントみたいなものなので、あれば基本取って OK です。逆に取らない場合があるの？考え方として、敵をすべて倒すのは1等級分の価値がある。逆に1等級と引き換えに敵を後ろに流す権利を得る。強くなった敵を無視してクリアする方法もあります。倒しきれないなんてかっこ悪い。そう思う人は全部倒してください。次はマップ上のいくつかのマスが配置負荷になるです。これは何がいいの？結構良い場所潰されるよね。ですね。関係ない場所が消えても制約にならないですしね。とはいえ、配置負荷マスが増えてもクリアできるようになっているので、敵を強化するより配置を考えた方がいいですね。ふむふむ。次は敵の移動速度アップです。移動速度が上がってもブロックすれば一緒だもんね。そうですね。ブロックせずに高台で倒す戦法の時や、開幕から敵が早く来る時は多少影響ありますが、その程度ですね。さて、次は問題にしましょう。むむむ。上記の2つのうち、1つは取りやすい A ランク、もう1つは難しい C ランクです。さて、どちらが A ランクでしょうか。数字は無視して、項目だけで考えてください。わかんないけど半分の確率で当たる。敵の攻撃速度アップ。正解です。さすがこのチャンネルでお勉強してるだけはありますね。まあね。もちろん私は分かってたけど、説明してくれてもいいよ。では、どう違うのかを確認していきましょう。まず、アークナイツの物理攻撃は、攻撃側の攻撃力から、防御側の防御力を引いた数字が、そのままダメージになります。そうだったね。覚えてた覚えてた。この時、攻撃速度を上げた場合と、攻撃力を上げた場合を比べてみましょう。お。仮に両方とも 50% アップとします。わかりやすく、10発食らったとすると、もともとは1000ダメージですね。うん。攻撃速度が 50% アップの場合は、15発に増えて、計1500ダメージになります。ふむふむ。では、攻撃力が 50% 上がるとどうでしょう。攻撃力が 1.5 倍の1050。そうですね。すると、1発のダメージが450になり、10発の合計は4500になります。攻撃速度アップの時は1500だったから、だいぶ違うね。ですね。これが、攻撃力アップと攻撃速度アップの違いです。カスダメはいくら増えてもカスダメ。ただし、これはあくまで物理攻撃の場合で、敵が術攻撃の場合は、どちらでもそのままダメージが増えるので注意です。ふむふむ。あと、攻撃力アップと攻撃速度アップは、両方つけると危険です。混ぜるな危険。では、第2問。え？上記の2つのうち、1つは取りやすい A ランク、もう1つは難しい C ランクです。さて、どちらが A ランクでしょうか。数字は無視して、項目だけで考えてください。さっきの話だと、防御が下がるとダメージが増えるから、最大 HP ダウンの方がまだマシに見える。ファイナルアンサー？え、じゃあやっぱ変える。防御ダウン。残念。クソが。正解は、最大 HP ダウンでした。最大 HP が減ると、ゲージの減りが大きくなりますけど、それは、HP の総量が減っているだけで、ダメージ自体は変わっていません。ふむふむ。なので例えば、最大 HP50% ダウンなら、通常時のゲージの上半分だけでやりくりしている。と思えば、全く同じことですね。さらに、医療の効果が相対的に大きい。と言えなくもない。でも、大ダメージには耐えられないよね。ですね。特に単発大ダメージの攻撃だと、倒されやすいです。その場合はどうするの？代わりの重装を置いたり、グラベル置いたり、その時の個別対応です。ふむふむ。さて、長くなってきましたが、A ランクの最後の項目はこれ。敵の攻撃範囲アップ。射程が伸びたところでね。近距離の敵には関係ないし。
大体観光源だけで出てくる気がするけど、術師が遠くから歩いてくるようなマップに来たら注意かも。安全地帯が減っちゃう。ちなみにシャープさんからは観光源がなくなりました。もう見れない契約かもね。ほら頑張れ。さて、次は B ランクです。全体的にですが、数字の大小による、つまり程度によるという面はあります。ふむふむ。敵や味方のステータスが変動するもの以外は大体この B ランクです。では行きましょう。まずはこれ、敵の防御力アップ。お前だけ10秒前のセリフもう一回読む。例外なので先に持ってきました。敵の防御力が上がるとよだめが減って、狙撃メインだと特にきつくなりそうですが、比較的影響が少ないことが多いです。あとこちらが術攻撃の場合は防御無視なので関係がないです。ふむむ。次はこれ、編成可能数ダウン。これは程度によりますが、10人くらいならまあ大丈夫でしょう。人数が少なくなるほどキャラパワーが必要になります。4人はさすがに泣きそう。次はこれ、特定の敵が超強化。これこそものによるでしょう。その通りですね。特定の敵以外は変わらないので、その対応さえできればいいです。あるいは強化した敵を後ろに流す手もありますね。倒しきらないなんてかっこ悪い。そう思う人はあれ、今ならスルトで解決できるかもしれません。続いてはこちら、コストの自然回復速度ダウン。これは序盤がきついだけ？これも程度によりますね。マイナスが小さければ天人化で問題なかったりしますが、マイナス 75% になるともう無理ゲーです。バグパイプでなんとかして。続いてこちら、同時配置可能数ダウン。あれ、これさっきなかったっけ？さっき出したのは編成人数ですね。常設ステージだと編成人数と同時には選べないようになってます。低レア攻略だと人数が欲しいので、僕はあまり選ばないことが多いですが、キャラパワーがあれば問題なかったりするので B ランクにしました。ふむむ。次はこれ、指定クラスの配置コスト3倍。3倍きつい。実質禁止に近いので、他のクラスで代用できるキャラがいるか探したり、あるいは終盤に1人くらいなら出せますね。最後はこれ、指定クラス使用禁止。3倍の上位互換。これも指定クラスを使わない方法を探します。他にはステージのギミックに対応した項目もありますね。例えばバリスタの攻撃力アップとか。これもものによるね。 B ランクは難しい項目が多いですが、まずはこれらで等級を上げます。ステータスが変化するよりマシってことね。俺様をほったらかして一人で寝るとはいい度胸だな。最後に C ランクたちの紹介です。ステータス変化系が入ってるだけでしょ。ところが他にもあります。それがこれ、スキル発動に必要な SP が増加。画像がないやん。手元には記録がありませんでした。ただこいつはやばいですね。大した影響なさそうな気がするけど。まず先方のスキル発動が遅いので、その分コスト増加も遅くなります。ふむ。さらにアタッカーのスキル回転も遅くなって、クルースとかの攻撃回復系もその分火力が減ります。特に深刻なのは新銀山とかの必要 SP と初期 SP が多くて、配置後すぐ使える系の技です。例えば新銀山特化3の場合、通常は配置後15秒で使えますが、必要 SP が 50% 増加すると配置後に60秒もかかってしまいます。1分。これでは取れる戦略がかなり限られますし、もちろんイラプションとかの大技も間に合わなくなったりします。というわけで、スキル発動に必要な SP が増加か、難しい C ランク入りしました。ふむふむ。あとはステータス変化系ですが、簡単にコメントしていきましょう。味方の防御力ダウン、重装ももろくなったり、先方が敵の攻撃に耐えられなくなったりします。危険。味方の攻撃力ダウン、敵を倒しにくくなって敵が溜まりやすい上に味方の回復力も下がるので自利品になりやすいです。危険。敵の攻撃力アップ。これはさっき少し出たね。さっきの説明の通り、ヒダメージが跳ね上がりやすいです。危険。最後はこれ、敵の最大 HP アップ。これは大したことなさそうに見えるけど。そう見えますけどね。敵を倒すのにシンプルに火力が必要になって、敵が溜まって抜かれやすくなります。できれば敵の HP を上げるより敵の攻撃力を上げてさっさと倒した方がマシかなと思います。ふむふむ。危機契約の契約項目を見てきました。結構長くなっちゃったね。途中でも言っていますが、難易度は数字による面があります。例えば C ランクに入れた敵の攻撃力アップでも 15% くらいだとあまり影響なかったりします。そういうのは等級1だね。これを参考にクリアを目指して頑張ってください。それでも無理だったら YouTube で検索すればたくさん出てくるでしょう。
すごい人がたくさんいて感服しっぱなしです。自分とこのおすすめしとけよ。いつも絶妙な難易度を作るステージ制作者もすごいですね。そろそろ終わっとけって。ではこれからもアークナイツ楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。